はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回ね、挑戦者つくよみさん、こいつをね、ちょっと特攻なし攻略ということで、はい、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、あとね、時間があるパターンでは、まあ、全挑戦者特攻なし攻略ね、やっていきたいと思います。はい、挑戦者ね、現れまして、やっとつくよみが来ましたね。つくよみはポカポカなので、どうしよう、王族でやろうかな。まあバフも効かないとという感じですね。ましょう。まあ時を止めて円まで行きます。おお、ここが差し込まれて間違えた。まだいける。これでいけるか。あと3秒あるから58万で、これいけんじゃねえかな。入れ、やったー。まあとにかく打ちまくる作戦ってやつですか。はい、というわけでつくよみも倒せました。連続挑戦者ですね。まあいいか。ただ一応ね、メンバー的には円まで倒しましたね。まあね、かなりバキバキエンマたちですね。技レベル G も相当高いですけどね。はい、挑戦者ね、そうか、連続で出る場合もあるんだね。ということで、ぬらりですね、やっていきましょう。反撃、必殺技の効果無効化っていう感じですね。はい、行きましょう。まあ、ぬらりはもう持ってるね。火力的に足りねえか。でもパンチがいるので、たまにねダメージを食わないで切って、よいしょ。ちょっと色味が似てんだよな。少々手荒く行かせてもらいます。これでよいしょ。ここに行ったかな。まだいける。何回か反撃スルーしてるね。なんでまあ問題ないね。あれ一番難しいの誰なんだろうな。まあ、とにかく薄ら影とね、エンマ使えたらね。あ、もう一丁来た。3連チャン。ということで、
佐五条さん、これ豪傑だからこの薄らかいかな。必殺技に反撃、あ、バフは OK ってこと。はい、じゃあ行きましょう。まあ不思議でやってもいいしな。まあ佐五条豪傑だから薄ら影の方が 1.2 倍ダメージなんじゃないかな、種族効果で。え、でも攻撃力アップ使えばいいんじゃねえのっていうね。あ、これは簡単パターンだ。なんかだいぶ SSS でも違うね。佐五条持ってんだ。本当はニョロロン使えばいいのにな。これ挑戦者は何連チャンぐらいするのかな。結構落ちないね。前の将棋洞穴めちゃめちゃ落ちたけどな。前はなんかやったらもらえたみたいなね、そんなとこあったけどね。はい、そしたらとりあえず薄ら影でいこうかな。もう誰でもいいって感じだよね。これ特攻スーさんかな。で一応今回の孤立はね、さっきもウィスパーが言った通り、やり直しもできるので、まあやられそうになったらやり直すできますね。はい、行きましょう。 SS だからね、2万5000だから、まあ、これは一発で終わりかな。という感じですね。まあ一番簡単なやつだけど、私これ多分持ってないと思うので、ニョロロンつけてもいいぐらいだね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、挑戦者ね現れまして、天狗クラマの方ですね。これは座敷わらしだっけ。これはすごい気合が入ってる感じしますね。これも薄らかけでいきます。あれ、これ強いのつくよみだけなのか。あ、そんな感じですね。これでも挑戦者の、あ、これでもミルクは限りが、数が限られてるから、数が限られてるからあんまりやってらんないか。天狗クラマとこの辺のゴッド妖怪たちは楽なのかな。はい、挑戦者ね行きましょう。今度はバステトですね。バステトじゃねえや、バステトか。根っこ名誉バステト、これも通常のバステトよりいいバステトなんだけど、行きましょうかね。なんだろうね、ゴッド妖怪たちなのにみんな手抜きなヒットポイントだよね。ヌラリは SSS で同じなのになんであんなヒットポイント高いんだろう。まあでもあんまり難しいのやつばっかりだとめんどくさいか。なぜかね、結構この辺持ってんだよな。なのでこれでバステトも突破か。くどりチャンスタイム1回で終わっちゃった。はい、やっとね、アマテラスが来ました。アマテラス結構ね、隠しステージでもなってるから結構限界突破してるんだよね。さあ、アマテラスは強いのかな。一応今んとこ強いのはヌラリとククリじゃなくて、なんだ、あ、30万ある。これもちょい強ですね。ヌラリとアマテラス、ヌラリ
つくようにって感じですかね、順番は。ちょっと真面目にやんないと、ダメな系ですかね。なんかこんな感じでね、たくさん復刻をすればいいと思うけどね。今までのキャラ、そんなに、どうせこのイベントしか使わないと思うけど。あぶね。間に合うかな。これで間に合ったかな。もう撃つ必要もないかな。という感じで、いいですね。そしてなかなかドロップしないね。今まで95連勝目だけど、一回もドロップしないですね。お、連チャンですね。くくりですね。まあ、これは弱いだろうな。まあ、くくりがね、アニメでいうところの樹くんをね、復活させてくれた妖怪ですかね。映画フォーエバーフレンズね、かなり良かったっすね。ゴッド妖怪にしてくれたのがアマテラスですかね。あの猫股たちのね。あ、若干強かったか。何や、クリは SS と。はい、とにかくドロップしないですね。お、サゴ城、これも弱い。あ、これはもう戦ってた。最高何連チャンあんだろうね。全然落ちないからあんまり意味がないんだけど。さすが。おお、あ、ダメだ、これ揃ってねえや。オレンジだった。さあ挑戦者何連チャン最高。おお、また来た。4連チャン。この子持ってないからちょうどいいな。あぶね。最高5連チャンとかかな。この子持ってないんだよね。パン不足だ。落ちろ。ミッションが多分あるから落としておきたいんだけどな。さあ5連チャンあるかな。